産業技術総合研究所の田口と申します。今日の講演内容なんですけれども、ちょっと細かくてお分かりにならないかもしれないですけど、まず、バックグラウンドを説明します。で、次にその認証に関する工学的アプローチってどんなのあるんですかというところをこう見ていきます。で、次に、今日講演の題にも入っていますそのセーフセックという方法論ですねについて説明をします。で、セーフセックの、実証実験という、非常にちっちゃなトライアルなんですけれども、そういうものがありますので、そこを、説明させていただきまして、で、それの問題点等を、簡単ですけれども、指摘したいということですね。で、まずその、背景なんですけれども、社会説法のような話なんですけれども、社会的コンセンサスとして、やはりその安全性やセキュリティを保障するというのはもう当然のことになってきているということですね。で、さまざまな製品も開発されてますし、それに従って新しい規格やガイドラインも策定されているというのは、現状だと思います。で、製品開発を見ると、タイムトゥーマーケットというものが非常に短縮してたりとか、あとはほとんどがレガシーのところがあったり、それをで、結局は差分開発が実は主な形になってますとかいう話とか、あとはやはり新しい開発方法論とか検証技術や品質保証の技術がどんどん導入されているということですね。で、第三者機関による適合性確認というのが社会的 に広く認知されて利用されていくであろうというのが、現状だと思うんですけれども、で、それに対してじゃあも全然問題がないというわけではないわけですね。やはりその製品の、製品やプロセス認証に関する問題点もありますし、標準や規格に関する問題点もありますし、認証機関の問題点もあるんじゃないかと、認証機関の方がいたらちょっ とそんなことはないという話もあるのかもしれないんですけど、それはぜひいろいろご意見を交わさせていただきたいと思います。で、もう少し細かく言うとですね、製品プロセス認証に関する問題点で、例えば適合性確認のための費用がどれだけかかるかという、なかなか私の知っている限りはデータがないんですけれども、航空機関係の、データが書いてある本がありまして、で、そこでは DO178B ですね、C ではなくて B の昔のやつの方で、20% から 40% 開発費に対してかかるであろうと。ですけれども、問題が生じた場合は 70% から 200% かかりますよというのは一応は書かれています。で、認証にかかる期間ですけれども、数ヶ月から数年って書いてあるのはですね、これワーストケースで、なんか聞いた限りではその数年かかってしまいましたみたいな話があったりするんですね。で、やはりそれは基本的にそのタイムトゥーマーケットのようなが非常に、短縮されているのに、認証にそんなにコストをかけられませんよねっていう話にも関わってくると思います。で、認証のための開発プロセスの見直し等で当然のことながら手間取りが生じたりとか、そういうものもあるし、もちろん開発プロセスをもう一度やり直すとか、作り直すみたいな話は当然いろいろ出てくるわけですね。で、それに対して、認証に関するコストベネフィットですねに対するデータ、そんなもん取んなくて、どうせ認証しなきゃいけないんだからっていう話もあるのかもしれないんですけれども、実はこの辺のコストっていうのはなかなか客観的なデータが存在しなくて、本当に認証って有益なのっていう話が必ず出てくるのはこういうところもかかってくるわけですね。で、あと効果が不明であると。で、これもなかなか大きな声では、言われてはいないとは思うんですけれども、本当に規格通り作ったものがシステムの安全性やその信頼性が本当に向上したんですかというお話ですね。で、これはもうこれそういう社会がこうなってんだからしょうがないですよっていう話も当然あるんですけれども、実は皆さん心の中ではこれを、やっぱりそんなことないよねみたいな話を実は心の中で思ってたりするわけですね。ですけれども、ちゃんとそれの実証をした人っていうのはなかなか多分いないと思うんですけれども、で、であとは適合性確認のための明確な基準が欠如していると。で、これは規格を読んでみました、規格を実践してみました、ですけど、本当に適合しているかどうかはちょっとやっぱり分かりませんよね、あとは認証機関に任せるしかないですみたいな話とかですね、もう少しこうツール化されているかというと、ほとんどツールなんていうのはなかったりするわけですね。で、あと認証機関の問題点で、これはもう認証機関の方から何言われるかよく分からないんですけれども、認証機関というのは当然 SGS とか今日もご講演ありました DNV とか TÜV なんとかですね、いっぱいあるわけです。
ですけど認証機関や認証官によって、どうもなんか要求される成果物の内容とか質が異なるんじゃないでしょうかっていう、これはもうなんか非常に、メーカーの方たちもあそこはこうであそこはこうですみたいな話をされる方もだいぶいらっしゃるところを見てもですね、やはり認証機関に対してもそれなりにみんなは口では大きいこうでは言わないけど問題点があるんじゃないでしょうかということですね。であと規格標準に関する問題点としては、やはりその標準や規格の記述が曖昧で、大体読んでも普通は分からなかったりするわけですね。で解釈の幅が 広くて学習コストが高くて、なんでこういう規格になっているかよく分かりませんみたいな話は必ずあるわけですね。であとは、今日その外側に部位があるという話もありましたけれども、やはりその規格にはほとんど認証のプロセスというのは書かれてないんですね。で、認証機関とどこまで何をしなきゃいけないかみたいなものはきっちり書かれてなかったりすることが多いです。ほとんど書かれてないと言っていいと思うんですね。ですから、そういうものをやっぱりもちろんそこにフレキシビリティがあるとかいう話もあるかもしれないんですけれども、やはりもう少し、規格に書くべきじゃないのかというのもあると思います。で、こういうものに対してもちろん現場ではそれなりにちゃんと対応してて認証も取ってますっていうそういう話だと思うんですけれども、じゃあ研究としてですね、私のここの今回のお話はどちらかというと研究者寄りの話なんですけれども、現場ですぐすぐ使えるっていう話とはちょっと違うんですが、じゃあ欧州の方では何かちゃんとやってるのかなっていうと、見るとですねちゃんとやってるんですね。これはオープンコスというフレームワーク7というその、ヨーロッパのプロジェクトで企業や研究機関が共同でやるプロジェクトなんですけれども、オープンコスっていうところでは、認証のためのマルチドメインといって鉄道航空機自動車の共通プラットフォームを作りましょうと。で、目指すは認証コストを 40% 削減しましょうと。で安全リスクを 20% 削減しましょうと。でそのお金はじゃあ余ったのはどうしますかっていう話なんですけれども、もう技術革新に使いましょうということですね。結局そこの認証に関する、もちろん認証をちゃんとやらなきゃいけないという、それはもう基本的な共通理解だと思うんですけれども、やはりそこをどう下げていって、もちろんそれで安全を削りますというような話じゃないわけですね。それも安全も上げつつ、そのお金をちゃんとイノベーションに使いましょうという、こういう、非常に野心的なプロジェクトがあるわけです。で、機関を参加機関を見ると、例えばアルストンというような公共運用輸送機関関係とかですね、エイダコアってこれエイダのコンパイラー作ってるところですね。であとはDNV の、グローバル IT サービスっていうところが入ってたりとかですね、あとヨーク大学、フィアット、ターレスですね、というような、非常に産学官が、共通してそういう問題に取り組もうっていうのはもうヨーロッパではあるわけです。でアドバイザリーボードを見ると、ヨーロピアンレールウェイエージェンシーとか BAE という軍事企業入ってたり、エアバス入ったり、TIFが入ってたりとかですね。で一応アイストも入ってます。アイストというのは産総研のことなんですけど、私が一応アドバイザリーボードに入ってて、一応何をやってるかとかはある程度ウォッチしているという。であとトヨタさんも入っています。でこれが16億くらいのお金をかけてやってるということですね。でやはりそういうものを見るとですね、日本の立ち位置って、これは大体そのこういう日本の立ち位置とか言うと10年前も同じこと言ってましたねとかいうような話になってですね、やっぱり全然何も改善されてないんじゃないでしょうかというような話が必ずあるんですけれども、やはりその、規格の策定というのはどう見てもやはりそのもちろん日本でだいぶ力を入れていることは確かですけど、やはり欧米の後追いになっているんじゃないかと。で認証機関も、徐々に国際認証機関立ち上がっているようですけれども、やはりその認証じゃあ国際マーケットに、TIFと対抗して日本 の認証機関が頑張ってるんですかとか、そんなのは一切ないんですね。で、立ち上がりつつあると。であとちょっとこれも、認証機関の方いらっしゃるんでしたらなんかあれなんですけれども、ちょっと日本を見るとですね、プライベート認証っていうのはどうも流行っているように見えます。でこのプライベート認証って何かっていうとですね、あるその、認証機関の、認証サーティフィケートをもらいました。でその認証のサーティフィケートを見るとですね、その、認証機関のロゴしか入ってないんですね。ということはこれはもう認証機関が勝手に認証しただけであって、相互国際的なその、例えばその認証サーティフィケートをドイツに持ってったからといっていいかというと全然そんなことないわけですね。でちょっと日本ではこれが流行りつ
ているんじゃないのかなということですね。でこれは別にもちろんその皆さんがそのこれはプライベート認証です、これはちゃんと世界で通用する認証ですっていうのが分かっていればいいんですけれども、もし分かってなくてプライベート認証をやられているとしたら、これはちょっとちょっと違うんじゃないのかなと思いますね。であとは認証機関、認証に関する研究って、これも、産総研を中心にやり始めているように私は思ってるんですけれども、まだまだ足りないかなと。で、一応そこでですね、ちょっと宣伝になるんですけど、やはりその認証をちゃんと高額するものをやらなきゃいけないでしょうということで、いろいろ動いているということですね。で強い製品開発と弱い、国際標準化活動、弱い研究とかいうようなじゃなくて、もう少しですね、ここもなんか最近強くなくなってきているような感じで、全部弱い弱い弱いみたいになるとますますひどいことになるんですけれども、やはり強い製品開発、強い国際標準化、強いそれを支援する研究という形にぜひ、今後になっていきたいということですね。でちょっと認証工学という話をさせていただきたいんですけれども、やはりその、規格の標準化とか認証とか、そういうものはシステムの保証っていうこういう、大きな、もう少し大きな枠組みからなってて、それはやはり信頼性工学やソフトウェア工学や安全性工学とかですね、いろんなものが関わってくると思います。ですけれども、やはりその、皆さんがどう思われるか知らないんですけども、私は自分でこの辺の仕事をやるようになってからですね、こんなやり方で本当にいいんだろうかってすごく思ったわけですね。それである方に、私はいろんな方に会うたびに、認証にもっとサイエンティフィックなアプローチをしなきゃいけない、もっと認証に工学的アプローチをしなきゃいけないって言ったらですね、ある車のメーカーの方からですね、ガーンと頭を打たれたような気がしますとか言っていただいてですね、そんな発想は私にはありませんでしたとか言われたんですね。で私自身もその自分で懐疑的には思いつつですね、やはりそういうアプローチをしない限りは、世の中は改善できないでしょうということで、やはりその、工学的科学的アプローチをやって、でそういうその学問としてですね、本当にちゃんとした体系を作っていった方がいいんじゃないかと。でそのやはりですね、認証関係とかですと、メーカーさんはメーカーさんである、程度秘匿情報というか、その絶対外に出てこないようなところがあるわけですね。ですけれども、もう一つ上の学問的立場で、もう少しその、いろんな横断的にですね、業界横断的に話し合えるところがあれば、それなりに知識の共有ができるんじゃないかということで、そういうものをやりました。で新先生が会長をやられているサイスで認証工学ワーキングというのを立ち上げてますので、そこでいろいろ今後研究会とかですね、今後は学会とかいろんなことをやろうと思ってますので、ぜひご参加いただきたいと思います。で、じゃあその工学的アプローチってどういうものなんですかという、でこんなの工学的アプローチじゃないとか、こんなものが役に立たないんじゃないとか、いろいろあるかもしれないんですけど、ちょっとお聞きいただきたいということですね。で私が勝手に分類している限りは、モジュラー認証とか言われているものや、ハイブリッド認証、今日ちょっとお話しするようなものですね、とか、あと共通認証言語とか、モデルベース のどう規格を作るかという、そういうような話ですね。で、モジュラー認証というのは、いろんな業界においてその、リファレンスアーキテクチャが決まってて、それをもとに製品作ります。これはもう当然のようになってきてるわけですね。で、そうするとやはりその、その3層アーキテクチャ自身が、モジュラーな構造をしている。これはもう今の、技術的な話から見ても当然のことなわけですね。でオートザーがあったりとか、あと航空機ではインテグレーティッドモジュラーエビオニクスとかいうようなものがあったりするわけです。でそうすると、当然のことながらその、あるモジュールに対して何か改変が行ったら、当然そのモジュールだけ、認証を更新すればいいし、残りのものはしたくないですっていうような話になってくるわけですね。当然のことは全部をもう一度認証 し直すなんてことはやりたくないわけですね。ですから当然のことながら そういうモジュラーな認証もしたいと。で私の知ってる限りは現実的には利用されてないと思うんですけれども、一応アメリカではジョン・ラッシュビーっていう SRI の人とかですね、このモジュラー、エビオニクス関係だと、あとは、イギリスの、ヨーク大学のティム・ケリーとかの、あたりの人たちがやっています。でもちろんこれは、彼らがその一個人の研究者としてやってるわけではなくて、当然のことながら軍や、MOD とかですね、ああいうDOD とかそういうところからお金をもらってやってるというものはあります。
で次にハイブリッド認証なんですけれども、これは、まあ、私が実は勝手に作っている言葉なんですけれども、まあ、基本的にさまざまなシステムの属性があるわけですね。で今日もディペンダビリティの話とかがあったと思うんですけれども、例えば安全に対する規格、信頼性に対する規格、セキュリティに対する規格とかいろいろあるわけです。でそういうものを、今後当然のことながらその安全の規格だけじゃなくて、例えばセキュリティの規格と一緒に、認証しなきゃいけないという話が必ず出てくるわけですね。でそういうものを、同時に認証するのにはどうやったらいいんでしょうかという話ですね。でもちろんその一つの規格で複数のシステム属性を扱うとか、もちろんディペンダビリティの規格とかいうと複数のシステム属性を、いっぺんに扱うわけですけれども、まあ、ラムズという規格でしたら信頼性や可用性、保守性、安全性をいっぺんに扱うというのは当然あります。でそういう時にはラムズの その各、属性、システム属性に対してトレードオフをするとかどう分析するかとかいろんな話があります。で、まあ、今日の話の、主題であるセーフセックというのはセキュリティと安全性に関する、同時認証になります。でこれは後で説明させていただきたいと思います。であと認証の共通言語というのは、まあ、これ主にやっている人たちはもちろん安全性をやられている方だったり、まあ、コンピューターサイエンスをやられている方だったりするんですけれども、やはりコンピューターサイエンスの人たちとかソフトウェア工学の人たちから見ると、まあ、とにかく言語を作ってそれをツールにして何とかしたいというのは必ずあるわけですね。で、ですのでやっぱりそういうものを考えると、まあ、根拠資料がどうだとかセーフティーケースがどうだとかコンプライアンス関係がどうだとかそういうものを、単に自然言語のドキュメントベースでやるっていうのはちょっと耐えられないというのがありまして、それをちゃんと言語上に、記述する言語を作ってそれでちゃんと機械で、読み込めるようにして使えるようにしたいと。でかつ認証機関と製造メーカーがそれを使ってコミュニケーションするとかですね、いろいろできればまたなんかドキュメ自然言語のドキュメントベースでこう言ってなかなか理解できなかったりとかするよりは まだいいんじゃないでしょうかということですね。で一応これは今継続して動いている状態です。で次に、モデルベースの規格策定方法論というのはこれもですねちょっと私が勝手に言ってる、言葉としては言ってるだけなんですけれども、やはり私自身もいろんな規格を読んだり自分でも規格を作ったりして、こんな自然言語の曖昧なの嫌だとかですね、それとかあとは規格とかを作るときに大体議論するとですね水かけ論になったりするんですね。でそれはなんか共通理解をするところでまずつまずいてるんですね。でそういう時にはやはり現在システムの開発もモデルベースという言葉が、あると思うんですけれどもちゃんとモデルに基づいてやればすぐできるじゃないでしょうかと。でもちろん、これまでも、形式言語を使って ある、技術的な、規格に関してはその規格の仕様を、記述するってそれは昔からあったわけですね。例えばロトスじゃないですね、そうですね、あれはちょっと違う、まあ、ロトスっていうのを Z っていう言語で記述しましたとか、それからワールドワイドウェブコンソーシアムの、規格をですねやはりその Z という言語で、記述したとかそういうのはいろいろあるんですね。そういう形式的な記述言語を使って、規格を作ると。ですけれどもじゃあ安全とかセキュリティに関する、規格についてそんなことが同じことができるんですかってある程度できるんですね実は。で、そうするとですね、まあ、これが従来と同じ規格やガイドラインだとします、まあ、これ自然言語ですね。ですけどそれに対してもう少し、モデル化されたものがあって最終的にはですねツールで、実行可能なものとかも作れるんじゃないかと。でこれはちょっと大げさなことを言ってましてアイキャッチのような形でこうツールによって実行可能な企画とかですねこんなのいつできんのとかいう話になるかもしれないんですけれども、やはり、モデルを作ったら当然あとは、コンピューターで読み込めるやつですよねっていう話になると思うんですけれども、まあ、そういうものができてくるんじゃないかということですね。で例えば社債なんかだと、オートザーとかの記述ができるような、EDSL じゃない EDAL でしたっけアーキテクチャ記述言語があったと思うんですけれどもあれは UML の、プロファイルで26262を対応しててかつそれで記述言語を作っているというようなものもあったりするわけですね。
ですので、まあ、こういうこともできるんじゃないかということで、一応あの、これではメタモデリングアプローチというスタンダーダイジングセーフティーセンシティブコンシューマーデバイスで、実はその、コンシューマーデバイスというその IPA の、 あの協力あのご支援を得てやっているものではそういう形で作っています。でちょっとそのコンシューマーデバイス安全規格について簡単に説明させていただきたいんですけれども、自動車や、介護ロボットやスマートハウスに関して対象にしています。松本所長の、ご講演でちょっとあったんですけれども、で、そういうカテゴリーのディペンダビリティを保証します。それで、OMG で今企画しています。で IPA で、新先生とか私があの主催副催になって、やらせていただいていると。で、ディペンダビリティのプロセスを記述して、ディペンダビリティによる保証の構造を、アシュアランスケースという、ディペンダビリティアシュアランスケースという形で構造化していて、あとは、ディペンダビリティの概念モデルを作っているというものですね。で一応あの去年の11月にイニシャルサブミッションというのが出ています。でこれをどうやって作ったかというとですね、ここにこれがモデルなんですね。これもモデルです。でこれが普通の自然言語です。ですから普通の規格でこれが書かれているんですけれども、実はこれはどうやってここが出てきたかというと、こういうその、パッケージに、アシュアランスに関するですね、ここは、ディペンダビリティアシュアランスコンセプトというその、アシュアランスの概念がこういうパッケージに分かれていますと。でこのパッケージ一つを見るとアシュアランスレベルというのは、こういうもので、それは、ディペンダビリティのアシュアランスレベルのスーパークラスになってて、それはプルーブンユースのクライテリアと関係してて、ディペンダビリティのアトリビュートアシュアランスレベルというものの一部になってますよと。でそれは、オペレーショナルエンバイロメントですね、操作的環境と、脅威というものによってアセスされて、のアセスの元になって、ディペンダビリティの要件がこの脅威をミティゲートしますというような形で読んでいくわけですね。でこれを、もっと自然言語で分かりやすく書くとこういう形になりますというような、使い方をしているというもの、作り方をしたというものですね。で安全規格に対してこんな形で作ったのは多分世界で最初だと思うんですけれども、こういうその、概念をきっちり自分みんなで議論して、こういう形をしているからこれは自然言語でこうなるっていう、そんな形のやり方をしたということですね。で当然のことながらこれマシンリーダブルなわけですね。 UML の XML ファイルに当然自動的に落ちますので、それを、機械で、読んで、それをツールに読み込んでみたいな、いろんなことをやろうとできるわけですというわけで、ちょっと前置きは長くなりましたけれども、でそういう中の方法論としてセーフセック方法論というものを、ご紹介させていただきたいということですね。でこれは、目的としてはですね、既存の、規格を、に置き換えられるものではないということが第一点です。で、もともとはですね、英国 の、 MOD ですね、防衛省が軍事調達品に対して安全の規格は当然あるわけです。ですけれどもセキュリティの規格はインフォセックとかは使われてたみたいですけれども、大体はコモンクライテリアを使っていこうみたいな話に なってたようなんですけれども、じゃあ、当然セキュリティのもう大事にしなきゃいけないですよねっていう時にですね、じゃあ両方やるときに、それだとコモンクライテリアの認証コストと安全の認証コスト両方かかっちゃうじゃないですかっていうとこから始まって、よりコストを削減しましょうと。で当然のことながら、今プロセス制御の方でもそうですし、自動車の方車載でも同じだと思うんですけれども、セキュリティの分析をやったからそれでおしまいなわけじゃないわけですね。セキュリティの脅威がどう安全性に影響するかっていうところまでちゃんとやらなきゃいけないわけです。でそういうところをやるための方法論の一つとして、開発されたというものです。で、ここで対象規格は安全の方ではですね、ディフェンススタンダードの0056という安全の規格があります。でそれが安全性の方で、セキュリティの方はコモンクライテリアですね、 ISO15408 というものが対象になっています。で、実施したのはプラクシスという、イギリス の会社です。で、あとはヨーク大学もどうも手伝ったみたいですね。で構成されるものは、セーフセックスタンダードというものとセーフセックガイドランという、 こう2つの、文書になっています。でこれはネットで公開されてますので、ご興味あればすぐ読むことはできます。
でこれが対象システムは実はあのインテグレーティドモジュラーエビオニクスっていうその、航空機関係の、セキュリティとセーフティの、ものをやりましょうということで、やり始めたということですね。であとですね、まあ、今日もあの、ユーロコントロールっていうその、航空機管制制御関係のものでセーフティーケースという言葉が若干スライドの脇の方に出てたんですけれども、セーフティーケースというのはその、まああのシステムの、保証のための根拠資料のことをセーフティーケースと言ったりするんですけれども、まあ、あのご存知の方多分皆さんご存知かもしれないんですけれども、まあ、そういうものは実はそのユーロコントロールもセーフティーケース書きなさいというのはありますし、例えば2626にも、まあ、あのほとんど実効性はないんですけどセーフティーケースは書けって書いてあるわけですね。で鉄道もラムズというところではちゃんとセーフティーケース書けというか書かれてまして、実はその安全性の分野ではあのセーフティーケースというものが根拠資料として使われているわけです。でそこでその、セーフティーケースを書くときにゴールベースというそのディペンダビリティーケースというのを使ってですね、で、私の次に所先生が、発表されるところで多分またあの D ケースとかですねディペンダビリティーケースという言葉が出てくると思うんですけれども、そういうその、アシュランスケースではなくてディペンダビリティーケースというものを元に保証しようとしています。であとはディペンダビリティという概念が元になっているということですね。でまあ、スタンダードの方を見ると用語集があって、説明用のモデルがあって構造化された要件とはどういうものですかというのが説明されています。で、まあ、特徴的な用語というのは、まあ、ディペンダビリティという話はもうだいぶ出てきたんでいいと思うんですけれども、でちょっとここの辺から変わってきてですね、基本的にその、トレードオフをしたいというときに、当然のことながらそのハザードを分あの安全性でした、まあ、信頼性もそうだと思うんですけどハザードを分析しますというような話があるわけですね。ですけどセキュリティの方ではハザードとは言わないわけですね。脅威と言ったりするわけです。じゃあディペンダビリティの時ってどうやってやるんですかという話になるんですけれども、特にその統合するという時にですね、じゃあ両方どうやって統合するんですかという話なんですけれども、彼らはまず用語としてロスという言葉を使うわけですね。でこれが、ハザードや脆弱性の代わりの統合的な、用語として使いますと。で、まあ、鉄道関係でもラムズっていう時にですね、そのリライアビリティ、アベラビリティ、メインテナビリティとかいろんなものが入った時に、ハザードって言葉でいいんですかみたいな話は必ず議論として起こるんですけれども、まあそういう統一的な用語はどうしたらいいかっていうのでここではロスと言ってるところですね。であとは原因インパクト分析っていうのは安全分析や脅威分析を言うんですけれども、まあ、セーフセックの場合はあのセーフティーとセキュリティを両方どう、安全分析やセキュリティの分析でどう統合するかという時に、結局は深刻度と頻度の両方で やってしまうんですね。で、このインパクト分析原因インパクト分析で、深刻度と頻度を分析するという一応そういう言葉になっています。であとはアセットですね。これもあの安全の方では使わないと思うんですけれども、まあ、セキュリティの方の、に合わせて使っていると。であとは、ミティゲーションアーギュメント、普通ミティゲーションメソッドっていうその、リスクをどう低減するかっていうような話は必ず出てくると思うんですけれども、それがその議論の構造になっていると。ですのでこれ非常にあのイギリス的な、考え方なんで、あのイギリス その安全工学的な話だと必ずセーフティーケースとかですね、このアーギュメントとかいう言葉が出てきたりすると思うんですけれども、まあ、そういう伝統にのっとっています。で、言語を見るとですね、例えばリスクのアセスメントというのは FTA ハザード分析で、これは0056やコモンクライテリアのこういう用語に対応していますと。でロスは、ちょっとお話したようにハザード0056で強弱、脆弱性、これはあの、コモンクライテリアではなくて、なぜかちょっとここではあのインファセックの方ですねがおよあの参照されてるんですが、まあ、コモンクライテリアでいいんじゃないのかと思うんですけれども、で、まあ、保護資産はあのアセットはコモンクライテリアですね。で、あとはこの辺がその、あそうですね、ロスの深刻度頻度の組み合わせ、これは0056でリスク、この辺があのリスクに対するその議論構造でモジュール化された議論構造に関するものというような形であの用語が定義されています。でここであの、多分所先生のところでもお話があるかもしれないんですが、あの GSN というものを使ってあの、その要件ですねがある程度記述されています。でもちろんそのセーフティーケースというのはあの GSN で
書きますっていう人もいるし、書かない人もいます。ただ最近は GSA で書く人が増えてきてるんじゃないのかなと思うんですけれども、この、ゴールストラクチャーノーテーションというこのティム・ケリーというあのヨーク大学の教授ですねがあの作ったノーテーションがあります。でこれは、モジュールやパターンの拡張もあります。でコミュニティスタンダードというものによって規定されています。で、認証のための根拠資料として利用されているわけですけれども、あこの辺はもう言いましたね、はい、で最近はあの、FDA も、インフュージョンポンプに関してあのセーフティーケースをちゃんと提出しなさいとかですね、で FDA の資料を見るとこういう GSN の形のものが書かれてたりします。で私の知ってるあのアメリカの研究者なんかですね、 SRI の人とかですね、スタンフォードリサーチインスティテュの人とか、ペンシルベニア大学の人とか、あとバージニア大学とかその辺 の, あの医療機器の安全保障とか安全性の保障とかやられている方たちは大体この辺をやり始めててですね、彼らの話を聞く と,、アメリカの、医療機器メーカーがこの FDA のものによってこういう形でセーフティーケースを書くのをどうしたらいいんですかというそういう先生方に泣きついて、だいぶメーカーさんが来てるみたいな話は聞いたことあります。でこれはですね、そのシステムが満足すべき、要件とか目標をこうゴールという形で書きます。でそれがどういうかあの文脈で成り立っているかというものを書くと。であとは、これをあの、非常に曖昧なところから詳細化されしていくんですけども、その詳細化するための、分解の、戦略を書きます。で最終的には根拠資料を書くという形ですね。で見ていただくと FTA とほとんど似てるような形してるわけです。つまりアンドアツリーのような形をしてて、最後は、何でしたっけ、あれすごい、あか、最後にこういうのあったと思うんですけど、あ、ベーシックイベントでしたっけ、そうですね、という、非常にあの大体 FTA とかそういうものに影響されてあの作られているところもあります。で、セーフセックの、あの、ではあのどういう要件が満たされなきゃいけないかというのを実はこういう形で書いてたりするんですね。でこれは何て書いてあるかというと、まずトップゴールはシステムがディペンダブルであることをちゃんと論証できてますよと、つまり、安全であるとかセキュアであるということがきっちり、書かれてますということが、第一点ですね。で次に、十分なロスが同定されて軽減されていると。ですからこれは十分ロスというのはハザードだったりあの脅威だったりするわけですね、という具合にこう分解していくわけです。でそうすると、全ての、各、ディペンダビリティの要件がちゃんと、健全であるとかですね、そういうものにどん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 落ちていくというものです。でこれはあの、チェンジビジョンさんという方がですね、今アスターの GSN っていうのを作ってるんですけれども、そういうツールを使ってちょっと私は書いてみました。ちょっと DKS エディターじゃないもうちょっと使ってるんですけれども、で、実際のセーフセックスタンダードにおける要件というのは実際こういう形をしています。でもちろん今みたいなその要件としてはあの非常に単純に思えるかもしれないんですけども、あの若干後でこういう時はこういうゴールになりますよというのはお見せするんですけども、この辺にあの文脈ですね、どういうものを前提にしなきゃいけませんよとかですね、そういうものがこう詳細に案外詳細に書かれています。でそういうものに基づいて、根拠資料をこういうところにペッペッと、まあ、貼っていけばですね、貼っていっちゃまずいんですけれども、一応そのこういうものに基づいて一応テンプレートになってますので、ここにこれは、作られた資料はここに貼るとかですね、そういうものができるような形になっています。でこれがロスですね。でロスはいろんなシステム属性とアセットに対してとどういう部分に対してっていうのはこういろいろ分解していきます。で、すいませんどんどんいっちゃいますけれども、で、あとはセーフセックではあのシルに対して EL っていうのはあのコモンクライテリアであるけれどというのはそのアシュランス要件という形になってたり、原因分析は FTA、FME でこっちは脅威分析ですとかですね、ディペンダビリティケースというのはセーフティーケースとセキュリティターゲットですというの具合にこういうものになっています。でここはそうですね、あの、セーフティースタン、例えばディフェンススタンダードという安全要件、安全の規格の方で例えばリスクのエスティメーションというところに、関係しているところは G6 と G7 というセーフセックの要件に関係しています。ですからここ、安全規格に対するどういうものはこのセーフセックのここに対応して書いていかなきゃいけないですよというのが書いてあるわけですね。でコモンクライテリアの方で、の要件としてはこっちに対応してますよという具合に、読み替えるというかそのコモンクライテリアとあの安全と、セキュリティの規格に対してどういうところが対応しているかというのは必ずやっているわけですね。で一応実証実験というのをあの IPA の、
SEC のソフトウェア品質説明力強化に向けた実験という中で、実はちょっとこの辺がちょっと宣伝になるのかもしれないですけど、私のやっているところでやらせていただいたというのはあります。で、 IC カードについてやりました。で、実施のところはですね、このシステムを定義して、安全分析とセキュリティの分析して、ロスのリストを作って、でロス&オペラビリティスタディミーティングってあります。でここでですね、実は同じシステムの要件に、アーキテクチャに対して安全と脅威の分析をして、それをガッチャンコするためのミーティングをするんですね。ですから安全の専門家とセキュリティの専門家がここでどこが重複しているかっていうのを見ると、それでそれに対して、リスクの、アセスメントのためのメトリックスを決めて、それをもとに、深刻度と、を決めて、あとは、頻度を決めて、それで、なんですか、そこまででやって、あとは、ディペンダビリティの要件を作るという形ですね。ですけどここまでしかやってないんです。リスクのアセスメントのところまでしかやらなかったというものです。で、まあこう統合してロスオポ会議っていうのをやって、その結果を出すと。で一応ですね、安全性の方のハザードは27件同定して、脅威は10件同定して、統合されたものはいくつでしたとかいうのが、あります。で一応3件が重複してたと。でここではどちらかというと重複してたところをなるべくこう一緒にしましょうということをやってたので、こういう形のものになっています。で、これはレポートがちゃんと IPA のサイトからダウンロードできますので、ご興味ある方はぜひ見ていただけたらと思います。で一応工数も見て、やっぱり、こっちの方が少し、有利だよねっていうところまで一応出してます。で両方2つ、まあ、今お見せしたような、セーフセックのプロセスとそうじゃないプロセスを想定して、工数を各アクティビティに割り振ってみてやってみたということですね。でやはりこういうのって本当にうまくいくんですかというのはあると思うんですけれども、基本的にやっぱり問題はその安全やセキュリティの、分析のところをこうどううまくやっていってアセスメントをするかということですね。であとはプロセスをどう統合していくかとか、開発手法が本当に統合できるんですか、成果物を、同じように作って分割するんですか、それとも別々に作るんですかとかいう話はこれからどんどんやっていかないと実はよく分からないんですね。で、例えばリスクアセスメントにの問題を考えてもですね、安全のところは、例えば61508は、セーフティーインテグリティレベルというようなものがあったり、社債では ACL というのがあったりするわけですね。でセーフティ、これはソフトウェアレベルですか、まあ、DAL とかですね、DO178、C ですか、D とかはDALというのがあったりとかで、セキュリティの方は例えば、62443だと、セキュリティレベルというのがあったりとかですね。でコモンクライテリアで EAL とかあったりするんですけれども、ちょっとお話したように、セーフセックで、まあ、ある程度リスクのアセスメントはうまくいったのは実は、深刻度と頻度しかやってないんですね。両方ともその2つでやってるんです。で例えば ACL の場合でしたら、深刻度と頻度とあとはそのコントローラビリティというまた別のパラメータが入ってくるわけですね。で例えば最近 その、セキュリティの方のアセスメントを見ましても、非常に複雑なメトリックスを使っているわけですね。例えばエビータというプロジェクトの、セキュリティのアセスメントのメトリックスを見ると非常に複雑なことをやっています。ですので、その辺のリスクのアセスメントは本当に合同にできるんですかというような話は、非常に問題があるんじゃないかと思います。ですのでセーフセックの場合はある程度単純だからできたんですけれども、実際に現代 その、企画をですね、特に複雑なそのアセスメントをやるようメトリックスを使うようなところではなかなか難しいかなということですね。であとは、セキュリティの分析方法論というのも実はあまりきっちりしたいんじゃないかと思うんですけれども、だいたいパラレルにこ うまくやっていけばいいはずなんですけれども、例えば、予備ハザードリストとか予備ハザード分析みたいなものは、方法論としては全然確立されてなかったりするわけですね。ですからやっぱり脅威分析の方法論とかをもっとちゃんと今後研究しないとまずいのかなというのもあると思います。であとは、影響ですね。でやはり脅威が安全機能を損なって事故になるとか、脅威が安全機能を損なわなくても、誤った、シグナルを送ってフェールセーフ機能が、動いてシステムが落ちます停止しますみたいな話は当然出てくるわけですね。であとセーフティの方から見るとやはりその、
脆弱性があるから問題があるというような形で出てくるはずですので、やはり相互に分析しなきゃいけないんですけれども、なかなかそこまでちゃんとできてないんじゃないのかなと思います。で、現状では、鉄道関係では、まあ、こういうのがあるんですけれども、まあ、ちょっとこれ、まあスキップします。で、航空機関係でもちゃんとセキュリティの規格ができてきたりとか、じゃあ車載関係どうなってるんですかっていう話が、いろいろあるんじゃないかなと思います。で、航空機関係だとある程度参考研究資料とかもあります。で、車載組み込みの場合だと、機能安全とセキュリティがあって61508に対して、なんか高田先生にちょっとすみません、高田先生の名前出していいのか分かんないんですけど、高田先生がちょっとおっしゃってたのは、61508のセキュリティ版ができて、それが26262に起こってくるんじゃないですかっていうような話をされてたこともあったと思うんですけれども、もしくはまた別のものから来るのかっていう話ですね。ですからそこの時に当然のことながら、セキュリティとセーフティどう統合していくかっていうのを必ず企画を作る時に考えておかないと、また大変なことになるんじゃないのかなと思います。で、あとはコモンクライテリアを使ったりとか、 SAE の今日中野さんも SAE のことをおっしゃったと思うんですけど、こういうものが来る時に、じゃあ本当に26262とうまく統合できるんですかっていう話はいろいろ出てくると思います。で、一応これで終わらせていただきたいと思うんですけれども、まあ、ちょっと経路が変わってたかもしれませんけれども、認証に関してより工学的なアプローチとか科学的アプローチというのは、実はあるということと、それが本当に有効かどうかはこれからやっていかなきゃまずいですということですね。で、かつやはり本当に規格が使えるんですかという話は必ずあるわけです。で、例えば今年国際会議でですね、そういう会議ができたりしてます。で、それは例えば DO178B が本当に安全に寄与したのかとかいうものを議論するためのワークショップがあったりとかですね、そういうものはあります。で、まあ、あとは認証にちゃんと工学や科学を、やりましょうというので終わらせていただきたいと思います。